はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。321。はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、さあ、それでは本日はこちら、ミドタンですね。先日やったミドタンから、まあちょっとアド稼ぎやすいようにちょっと調整してみました。まあどの形が一番強いのかなとはいろいろ模索やってるんですけど、はい、レシピの方が群れのシャンブラーが4、ジャビのベールが2、レンジャークラスが4、アサルナンデーが2、群れ引きの人狼が4、恋煩いの野獣が4、ガラクの先触れが4、オークヘイムの敵対者が2、水晶壊しが4、秘密を知る者トスキが2、探索する獣が2、グレートヘンジが2、ハイドラの巣が2と森が22ということで、はい、まあひたすらアドを取っていって、ドロー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 で、全力されてもすぐに立て直せるような感じのね、イメージで作ってみました。さあ、それではね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行。ターン終了。さあ、人狼。さあ、つかまし借りて。さあ、ガラクの先触れ。もう一枚とりあえず土地引いてほしいよね。さあ、とにかく土地が欲しい。お、土地が来ましたね。それじゃあ、はい、レンジャークラス、はい、人狼、借り手がなかなかうまいこと機能してますね。絵描き、陰性、陰明、陰性か、陰性した絵描き、カレイン、2マナ1、2、さあ、どういうデッキでしょうね。とりあえずそれじゃあトスキ、さあアタック、厚かましい借りて3枚目、なかなか
だるいですね。もうちょっと土地を引いてほしいかな。相手は土地伸びてるんだけどね、こっちも土地が伸びてほしい。とりあえずガラクの先ぶれ殴りますか。さあアタック。ターン終了。骸骨はジャビのベール。さあ借り手が出てくる。さあトスキ。さあダック。はい、カード引く。はい、シャンブラー。さあカードを引く、カードを引く。さあシャンブラー。さあ借りて借りて。はい、9点。プリズマリ。どうする。殴るとまあブロックしてくるわな。攻めるか攻めるか。さあ探索する獣。さあアタック。まあ、相手のハンド次第ですね。はい、対戦ありがとうございました。さあマリガン、まあこれは OK でしょう。できれば最初のハンドがこれでいきたかったな。さあ水晶コアッシュをボトムに送って、さあいちいちトークン出していきます。アゾリウス何でしょう。いいですね。2ターン目のカードが来た。さあ人狼。さあアタック。ターン終了。はい、秘宝。
さあ、ガラクの先触れ。さあ、アタック。まあ、ガンガン行くか。さあ、トスキ。アタック。とりあえずカード1枚引く。あわよくば3枚。お、さらにトスキが来た。まあこれはありがたいかな。いちいちトークン生きてる方が嬉しいかな。さあ、さらに2枚引く。さあ、ハンドが補充される。これは強いね。はい、空の粉砕カード引く。まあ、トスキが残るのがいいね。さあ、ガラクの先触れ。はい、人狼。さあ、アタック。はい、カード引く。ターン終了。さあ、空の粉砕。まあ、恋煩いの野獣と、はい、なんで。さあ、アタック。ターン終了。ペス死に打ち勝つ。トスキが死ぬ。はい、なんでで自分のクリーチャー食べましょうか。お相手はあと1マナ。ただライフが回復できるのが13点。どうしようかな。さあ、食べる。創刊とか1マナのバウンス入ってたりするかな。さあ、食べる。はい、トスキ。とりあえず殴る。さあ、アタック。さあ、カード2枚引く。はい、ターン終了。スカイクレイブの亡霊。
結構悩むな、こうなると。グレートヘンジ、4マナ。とりあえず殴るか。さあアタック。さあサメ台風。どうしましょうか。人狼。はい、なんで。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあアタック。ターン終了。さあガラック。さあアタック。ターン終了。いくか。はい、トスキ。稼げるアドは稼いどこ。さあアタック。まあ、ここは別にいいや。カード2枚引く方で。いいですね。はい、工作。6点。9点。まだ足らんな。とりあえず殴ります。アタック。水晶壊し。さあ水晶壊しと11のトークン出します。カード1枚捨てるは、まあ土地捨てようか。はい、さあ絶滅のケーキと影の氷結ではどうしようもない盤面になりましたね。クワンドリックスの栽培者。さあこれは一気に行けるんじゃないかなと思うんですけど。
さあ、水晶壊し。まあ、とりあえず殴るか。さあ、ダック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。一旦終了。さあ、レンジャークラス。さあ、アタック。ターン終了。カニか、カニか。そうか、カニなのか。さあ、アタック。え、シャンブラー。さあ、土地が欲しいね。トスキ出したい。トスキ。さあ、トスキが来ない。さあ、アタック。さあ、ガラクの先ブレ。ブレイの罰か。土地が欲しいね。トスキはね、やっぱり関係ないからね、いいんだけど。さあ、アタック。え、シャンブラー。え、レンジャークラス。さあ、ブレイの罰。あと1枚の土地が欲しいんだけど、全然土地が引けない。本当に土地引かないね。さあ、アタック。さあ、湖での水難。トークンを出してくる。さあ、ガラクの先ぶれ。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。ミドタンということなんですけども、かなりね、アドを稼ぐというところをね、重点的に、デッキ組んでみました。はい、まあ、ガラクの先触れ、殴った時に、ライブラリーからそのダメージ分ね、見るっていうやつですね。まあ、そのうち1枚、クリーチャーカードか、プレインズウォーカーかを、手札に加えるというカードと、オークヘイムの敵対者。まあ、殴ったら1枚カード引くと。まあ、あとトスキですね。はい。あと、まあ、グレートヘンジ。まあ、ここら辺でアドを稼ぎながら殴っていく。また、あと、ムレヒキーの人狼。まあ、こいつもですね。まあ、とにかく、何回全熟されてもすぐに立て直せるような感じのね、デッキに調整してみました。まあ、勝率としてはちょっと上がったんかなと思うんですけど、まあ、今回ちょっとね、かなり、ついてない対戦がありましたんで、ちょっとなんかランクは思うように上がってないですけど、はい、まあそんな感じでね、まあミドタも、ね、今後もちょっといろいろ試して研究していこうかなと思います。今回からね、氷結やめてハイドラの巣と、まあ普通の基本地形に変えたんですけど、まあ今回出番なかったんで強い弱いはよくわかんないですけど、まあでも、氷結である必要もないかなっていうのはありますんでね。特にマナー4マナ払ってクリーチャー化して殴るっていう場面は多分ないと思うんで、まあ、こんな感じになってます。はい。さあ、ミドタン好きの方はね、ぜひ使ってみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。